はい、今日はですね、クッキングシートを使って、こちらのクッキングシートを使って、蛇腹ファイルを作りました。とても簡単なんで、はい、作業動画を出しているので見てください。で、半分にカットしたら、この下の部分に、私はボンドでつけちゃいます。さっき両面テープでつけたんですけど、つかなかったですね。なんでだろう。ボンドでつけましたら、こんな感じで、多分これ取れちゃうので、で、あとこちらもね、こちらもボンドでつけました。そしたらこれが袋になるので、はい、でちょっと乾かしときます。で、もう一枚あるので、ここの部分と、ここの下の部分、これをね、つけていきたいと思います。この、つけましたら、はい、こんな感じで袋を作ります。で、これが出来上がりのやつなんですけど、こちらに、またボンドをつけます。で、ボンドをつけたら、これがこんな感じで、バラファイルになります。そしてセリアさんで買ったんですけど、トレーシングペーパー、これを使って全部作っていきたいと思います。で、これをまず、こちらが上なので、こちらが上か。はい、こちらが上になりますね。そしたら、このトレーシングペーパーをちょっと合わせてみます。で、下をだいたい5センチぐらい、上の部分は、だいぶカットしたんですけど、だいたい4センチぐらいですね。はい。で、下の方が5センチぐらい。こちらの部分に、ボンドをまたつけていきます。そして、
乾くまで待ちます。そしたらね、今度はこれをこの部分にまたボンドをね、どちらでもいいんですけどつけていきます。こんな感じで、でパターンと